ボンバルディアチャレンジャー604ミサは飛行場で飛行検査を行う連邦航空局の N89 ボンバルディアチャレンジャー600はボンバルディアエアロスペース社が製造しているビジネスジェットである。初飛行は1978年。当時のビジネスジェット機としては胴体直径が大きく広々としたキャビンを持ち、その設計はリージョナルジェットへと発展した。 1970年代後半にリアジェット社が構想していたリアスタル600案をカナディア社が買い取り開発を進めたものである。名称の600は目標とする巡航速度が600マイルパーアワーであったことに由来する。総発ジェット機であり、エンジンは胴体後部左右に取り付けられている。後退翼の主翼を持ち、主翼端にはウィングレットがある。尾翼は T 字尾翼である。 初飛行は1978年11月8日。1980年に FAA の形式証明を取得し、以降改良を続けながら2000年代も生産が続けられている。生産機数は2004年までに630機に上る。最新型は605と呼ばれ、派生型として胴体を延長した850や単胴型の300がある。2015年には、 チャレンジャー650が登場した c l 6 0百五 MSA。ありがとうございます。